こんにちは、ヤスです。今回は新型コロナウイルスが招いている今の世界中の悲惨な状況を応援しようという意味でのセール2つありますので、それをご紹介します。まず1つはですね、ブラックルースターオーディオというところがエフェクター類ですね、コンプレッサーや EQ、あとは、テープなんか、そういったものを含めて全部で13個の全部入りパッケージを95ドル、これ結構一個一個が高いんで950ドルするんですよね。全部総額定価、まあこの業界の定価合ってないようなもんですけど、本当かその定価っていうねあの感じですけども、まあ1個がね高いね、結構90ドルとか130ドルとか100ドルとかね、まあそれぐらいのものがそこパッとあるんですけれども、全部パッケージになってて95ドル、90% オフのセールやってます。で、今みんな思うように外出られない人が多いということですが、まあ負けずに頑張って、クリエイティブしましょうよと、音楽制作して頑張っていきましょうというようなメッセージとともにですね、ここはね、以前紹介したイタリアのね、ミラノにあるフラフィオディオがやったチャリティーセールと同様にですね、フラフィオディオの場合は全額、寄付だったかな。こっちブラックルースターオーディオの方はですね、10%、 この売り上げの 10% を WHO の COVID-19 の対策基金に、直接寄付するということのです。こっちは 10% ですね。 10% を、COVID-19 WHO に基金に寄付するというようなチャリティーセールになってますので、まあちょっとそういった意味は応援したいなという気持ちもあって、いいかなという方はちょっと見てみてください。まあ一個も使わないけど寄付はしたいなっていう方はなんか多分直接別ルートで直接寄付した方がいいと思いますけどね95ドルはね、別にそれをこれを買う必要ないので 10% しかいきませんからねはい、ということなので、まあ興味ある方はこれ見てもらっていいんですけど、僕はねここね一個も持ってないんで、あ、いいかなと思ったんですけど、いざラインナップ見てみると使うかなってちょっと思っちゃったんだよね。テープとかはまあ持っててもいいかなとか、あとコンプでバツッとハマるのが、あ、いい感じのがあったらまあいいかもしれないなぐらいで、下手すると1個か2個ぐらいしかなんか使うのないんじゃないかなっていう感じしちゃってるんだよね。なのでちょっと迷ってるというか、僕は多分どうだろうって感じかな、買わないかな、見送っちゃうかもしれないですけど、まあいろいろ今手出してる、なんかこういろいろいろんなエフェクター類漁ってる、ね、内部完結型でね主に制作しているので、いろいろ必要で、まあいろいろこう手出してる最中なんだよねっていう人はいいかもしれないですね。なんかまさに今これ95ドルで全部買っといていいんじゃないでしょうかねという、すごくチャンスかなと思います。はい、という感じでブラックルースターオーディオのステイホームバンドルとなってますね。これ全部入りで950ドルのところ 90% 引きで95ドル、うち 10% が WHO の、COVID-19 対策基金に寄付されますというチャリティーセールでした。はい、ということでもう一つ、こっちはチャリティーではありません。まあ単純に COVID-19 で大変でしょう、頑張ろうねっていう、まあ応援メッセージとともにですね、一つバンドル品が、無料になってます、ボルテージモジュラー、チェリーオーディオです。チェリーオーディオというメーカーですね、ボルテージモジュラーニュークリアスフリーオファーというになってますけども、このボルテージモジュラーというこの製品の、モジュラー申請の製品のですね、いくつかモジュールがこう入ってます。でなんかそれだけあればとりあえず音出してちょいちょい遊べるよねっていうレベルのものがあります。でそのパッケージが、今回無料と。でこれ前にもね、去年だったかな、去年の8月か9月ぐらいにも無料で配布してたんですけど、またそれをやるということのようですね。まあ無料で配りますので、まあちょっと頑張って家の中にいるしかない状況ですけど、頑張って制作しましょうみたいなね、まあそんな感じです。こっちは別にチャリティーでも何でもないです、そういうのは関係ないです。であとその他の製品のモジュールも 50% オフとかセールになってます。
で別にあの寄付とかそういうのは一切ないですね。あの、まあ、とにかく頑張りましょうの感じのセールという、メッセージが添えられたセールになってます。でただしここ僕前も言ってますけれども、条件が揃うとコンピューターに負荷がかかり続けるというバグがあります。あ、コンピューターにというかあのダウに負荷がかかり続けるというバグがありますので、ちょっとそれに関してあの全然知らないなという方はですね、僕動画リンク貼っておきますので、こう概要欄に、そこからそっちみあのチェックしてみてください。でまあそれ僕向こうに報告したけどね、そんなバグあんのみたいな感じで驚いてたから、あでまあそれ以来ちょっと改善されたかどうか一切わからないので、まあなんかねそのなんか雰囲気的に何の音沙汰もないし、そのまんまなんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっとその辺のリスクは覚悟して手を出してみてください。興味ある方はね。はい、というか、もう一つ、二つ目はチェリーオーディオの、ボルテージモジュラーニュークリアスシリーズが無料ですよと、その他あと 50% オフなので、まあこれニュークリアスバンドルでちょっといじってみて、あーなんか面白いかもって思ったら、他のモジュールを買い足していくっていう感じで、固めていったらいいかなと思います。はい、ということで、以前も紹介しましたけれどフラフィーオーディオね、あのイタリアのミラノ拠点を置いてるフラフィーオーディオも、チャリティーセールはやってますので、まあ、そちらも気になる方はご覧になってみてください。ということでちょっと東京はこれからひどくなるという感じでしょうかね。あの昨日小池さんが会見して、その直後からなんかもう店に殺到し人が殺到して、都内のスーパーなんかがもうなんかもうガランド悪魔将軍のようになってますよみたいな感じでね、ネットでいろいろ出回ってましたけどね、まだ僕その状況は直接目にしていないんですが、多分きっと、まあ、僕も東京なんですけどね、多分もう物ないんだろうなと思いますね。相変わらずトイレットペーパーとティッシュとかないしね、ひどいですね。でもなんか不思議なんですけど、カップ麺あのなんかこう乾物類とか買ってる人って普段からあんなに乾物食ってんですかね。普通に食材は売ってるから食材あるものでなんとか作って食べようとは思わないんでしょうかね。なんかその辺非常に不思議なんですけどはい、という感じで、まあなんかね、あの不要不急の外出は控えましょうと同時に、不要不急なあの食材の買い占め、生活必需品の買い占めもやめましょうと、節度を持って行動すれば特にあの問題は大きくならないんですよね。はい、ということなので、まあ頑張りましょうね。ということで終わります。ご覧よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。安でした。ではまた。